どうも、ぬれです。新三国無双7エンパイアーズ遊んでいきたいと思います。人事でですね、ちょっとまたキャラクターが増えてしまってるんですよね。55人もいるとそこまでねいてもなっていうのはあるので、あれ、レンジさんも入ってくれてるんですね。ちょっとあれですね、キャラクター解放というか外しましょう。この辺も外しちゃおうかな。蓮子さん、大京、小京さんは自分のまああれなんで好みなので入れておきますが、まあ、ちょっと多いんですよね。ではですね、今回は前回できなかったことが、進行してなかったので進行戦に行こうと思います。そうですね、ここですね、銅鐸潰したいですね。銅鐸潰していきます。銅鐸捕獲したら首切りますかね。情勢は僕らに傾いている。油断しないでいこう。はい、ただの力押し？ただかな？制圧完了。まだ休ませてはもらえんようだ。となればもう一花咲かすかの。お願いします。お見事。やはやとても真似できませんな。あら、諸教さん、苦戦してる。なんか敵が少ないな。
華々しい成果ですね。私にも活躍の場をいただきたいものです。もう早く私に倒されてよ。嫁さん候補大丈夫かな。小京大京蓮氏は俺の嫁みたいな感じで、そんな感じになっております。この野郎ふざけんじゃねえぞ。こりゃ大丈夫か。終わりだね。よくぞここまで持ちこたえた。あとはこのわしに任せておけ。これはどう。よし、ありがとうございます。敵将が揃ってますね、この辺。この戦、私の策で勝利に導いてくれよ。さあどうなるかな、試してみごらん。葬れるものは葬ってみろ、ロータック。はや、とても真似できませんな。はい、処刑。こんなところで。おっと、よし、ロータク滅亡。これで多少は世の中良くなるでしょう。よし、おかげで助。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。